夢コロンキツタクの FC まばり魅力お届けラジオ FC まばりすごいんやけーん 姫コロンキス区の FC 今治魅力を届けラジオ FC 今治すごいんやけん愛媛県住みます芸人ひめころん喫茶区です日々愛媛県の魅力を全国に伝えるべく奮闘しております FC 今治2021シーズンアンバサダーに就任させていただくことになりました FC 今治のファンサポーターの皆様と一緒にフットボールパークを盛り上げ ラジオを通してクラブの魅力を発信していきたいと思います。ということで土曜日にですね、あのー、AC、長野パルセイロさんと試合をした後に収録させていただいてるんですけどもちょっとまた試合の感想は後半に、はい、語らせていただけたらと思います。そしてでですすねね、あのー、いつも通りです、ね あのー、サポーターの方にもちょっとお話をお伺いさせていただいております。すごい方にちょっとお話をお伺いしてまいりましたので、そちらの方をお,お聞きいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。それではどうぞ。 え本日は6月5日、AC 長野パルセイロ戦終了したところでございます。えー、スコアはですねあの0対0のスコアレスドローということであのいつも通りですね、あのサポーターの方にちょっとお話をお伺いしていけたらと思うのでちょっとお話をお伺いしていきたいと思います。こ、えー、こんんんににちちはははおお名前は何とおっしゃるんですか 安倍と申ししまますすさんわかりました、はい、じゃあですねあのちょっと阿部さんにあのこのひめころんきずのあのー、聞きたい20の質問というのをです、ねあのー、まず質問させていただきまして、まあ、20個質問させていただきますそれをテンポよく答えていただけたらと思いますのでよろしいでしょうかわかりましたはいそれではよろしくお願いいたします、えー、姫コロンキズタクの阿部さんに聞きたい20の質問肉ねんは何ですか 普通にまあ安倍さんで呼ばれており、よ呼ばれていますね。あ、なるほどなるほど。じゃあ僕も安倍さんと呼んで大丈夫ですか？全然大丈夫です。よろしくお願いします。ちなみに安倍さんおいくつでしょうか？えっと今四十です。あ、四十歳で、えー、誕生日は何月何日ですか？えっと九月十一になります。九月十一。えー、血液型は A 型です、えー。出身地はどこですか？ 博多島ですあなるほど今治市の博多島、はい、えー、その博多島のおすすめのものは何ですかおすすめになりますやっぱまあ今の時期ちょっとよく中止になってしまってますけどまあ博多の夏祭りのもうすごく近くで見れる花夏の祭りの花火がおすすめになりますあがなるほど <laughs> えー、好きな場所はどこですかそうですねまあ、今で行くともうアウェーのりょアウェ部を理由に観光できるときがもう 好きで、主にまあ現地の自然にあふれた環境が好きですおおな,なるほど、ほなるほど、アウェイも行くし、そのアウェイの中で、やっぱり自然とかも楽しんでいただいていると、えー、好きな食べ物は何ですかそうですね特にこれと言ってないです,ですけど、はい、まあどちらかというといい、まあ、新鮮な野菜になりますかねお野菜が好きやと、えー、今、ハマっているものは何ですかいやもうこのまま F. C. まわりの感染で<ー>。F. C. まわりの感染、えー。自分を動物に例えると。動物ですか。はい。なんでもいいですよ。あまり考えたことないですね。<い>何になるでしょう。<laughs> どう思いますか。<laughs> 質問返しされた <laughs>、えー。今一番欲しいものは何ですか。まあ。正直。もう気軽に。 上に行ける環境ですね <laughs> お金だそうです <laughs>。嘘です言ってないですよお金だっで、えー、サポーターを始めたのはいつからでしょうかだいたい12年ぐらい前になりますまあ fc 森の前身愛媛 f c しまなみの時からになりますなるほどそのサポーターを始めたきっかけは何だったんでしょうかそうですねまあ元々興味持ち始めた時にまい、あ ちょっと仕事関係で地元にいなかったがあるんですが戻ってきて愛媛の FC さんの方に行き始めてそれからまあそのまま株組織として島まもできましてまあ行けない時は地元ということでちょっと熱が入って始めたところですあなるほどサポーターとしてサポーター活動をしていて一番感動したこと嬉しかったことは何でしょうかそうですね まあ嬉しかったことになると、やっぱ各タイミングの昇格の時になりますかじゃあ、特に J3 に上がった時は、一番人しおに嬉しかったんじゃないんですかそうですね、ただ J3 になる時もですが、やっぱ JFL に上がれた時も、ありそうですねあ、もう各タイミングで、はい、なるほど、好きな選手は誰でしょうか。えーっととまあちょっとまあ原田選手が まあその祖父母が博多島ということもあって、ちょっと勝手に <laughs>、っていますねなるほど、最近結婚を発表された原田選手ですね、えー、今シーズンの阿部さんの目標はそうですね、目標となりますと、難しい。 ちょっとパッとあ、なるほど、<laughs> ちょっとごめんなさい、俺もくしゃみ入っちゃった、<laughs> だからカットするんで大丈夫です、<laughs> えーえー、次に、えっ、ー、と、FC 今治を、これからどんなチームになっていってもらいたいと思ってますかやはりもう、しっかり勝つべきところで勝っていって、もう、これからも感動を与えてほしいと思います。 なるほど。ぶっちゃけ !FC 今治のここが嫌。どこが嫌ですか嫌ですかまあちょっと、と、若干少し各スタジアムの環境に制限が多い。多分、予想に、アウェイに行った時のが自由度が高い時がいくらかありますね。なるほど、なるほど。もう、里山スタジアムの構想も入ってるんで、そういうところを盛り込んでいただけたらということですね。そうです。はい、そうなります。はい。 えー、じゃあ、いつも来てくださってる、一緒に応援してくださってるサポーターに一言いただけたらと思います。これはもうしっかり応援し、一緒に応援しき、しあ応援していきましょう。はい、ありがとうございました。阿部さん、ありがとうございます。今ので20の質問、なんか20以上質問してたような感じだったんですけど、はい、ありがとうございます。こちらこそえ。ちなみにこの、しまなみのか時の下部組織の時代から、この FC まばり応援してると。はい。 それで、まあ、きっかけがあってたまたまその FC まばりの前身のチームに応援しにいたそうですねまあ、ちょ当時ですとまあまだ、まあ、愛媛 FC さんの方ので今ほど熱が入ってなくてただなのでちょっと時間とか日程都合で、うん、まあその愛媛 FC さんの方に。 の応援に行けない時が多くてその時にたまたま、株組織の方のが、日取りが良くて、うん、それでちょっとそちらに顔で出し始めたら、もうそのまま <laughs> ズずぶずぶになったってことですね。そうです <laughs> いや、いいじゃないですか、身近にそういうのがあるっていうのは、やっぱり一番いいことやと思うんでね、そうですねもう当時から考えれば、今の環境ができてるっていうこと自体が、もう信じられないです。 えちなみにその当時、そのやっぱ応援しているサポーターの方とかはどういう感じだったんですかそ,うです、まあ、そのまま愛媛の株組織ということで、うん、まあそのまま愛媛のメンバーが中心でなっていたので、うんはい、まあそのままそのこちらでいうにぎやかエリアのゴールデンのメンバーとうん、うん。 もう馴染み始めてたというところです。ああ、その頃にまあ徐々にこうなんですかお客さんとかほんまに百人とかおったっすか。いえ、もう正直、うん、天候そんなによでも片手, <laughs> 片手、片手、片手。あとはまあまあただの。 感染だけであればもう,もう少し増えていくぐらいの大でもそれでも言うと片手で数えれる人数からちょっと増えたぐらいやったらその100もいかないんじゃないですかそうですねもう特にまあ当時で d 阿部になれば全然そのほんまにコアなメンバーだけ に近かったですねなるほど、もうその時代から阿部さんは応援してくれて、いや、これね、あの実はね、阿部さんにこうやってインタビューさせてもらってんのも、あのー、まあ、この FC 今治のサポーターさんの中で、キャリアの一番長い阿部さんを抜きにしてはだめだろうと、周りの方に言われまして、そのまま今、言葉を使って、あの阿部さんに今、インタビューをさせてもらってます。 もう阿部さんもこうなんですか一番長くやってきたというなんか自負みたいなものはあったりするんですかいや自負自体はもうそういうので変にプライドを持つつもりはないのでそこは、まあ、しっかりやるもんにメインは任せるつもりですなる,ほどなるほど、なるほどもう適材適所という言葉でですすかねそうですねもう自分がそういう本場の中心に立って周りを率いるみたいな全然向いてないので。<laughs> なるほど、なるほど、多分そういうところがこう FC まばりの、多分何なんですか、いい人が集まるような環境を作ってるような気もするんですけどね、僕は、まあ、なるほどそういうふうに見てもらえるんだと、嬉しいです、うん、いやいやいや、本当にね、もう、うんいや、ここのサポーターさんね、本当にね、皆さん、優しく声かけてくれるんで、あの傷つくにちょっと甘くしてくれるんで、めちゃくちゃ優しい方々ばっかりです。<laughs> はい。ということで、安部さん、ごめんなさいね。インタビューありがとうございました。ね、安部さんを避けて通れないということで、今回は安部さんにインタビューをさせていただきました。はい。ということで、安部さんありがとうございました。はい。もうサポーター歴は12年ということですよ。本当にね、もう前の愛媛 FC しまなみの時からずっと応援してきてくれるサポーターがずっといる環境っていうのはね、やっぱり恵まれた環境やと思いますので、これからも そういうサポーターさんも大事にしていくべきだと思います、チーム。ね、ね、ね、僕個人の意見です。<laughs> ということで、ここでちょっと一曲挟みたいと思います。えー、竹点、えー、グリーンで竹点。はい、ということで、配信限定のリリースされました、えー、グリーンの竹点でございました。はい、えー、後半、そういうことで、えー、まあ、AC、長野、パルセイロの試合を 振り返っていきたいと思うんですけども、まずフットボールパークですね。フットボールパークの盛り上がりがエグかった。まあ、どういう盛り上がりかと言いますとですよ。やっぱ、愛媛のプロスポーツ球団が集まっとったわけですよ。ねえ。あの、プロスポーツ球団ね、結構松山市を本拠地にしてるところが多いんですよね。あの、バスケットボールチーム、オレンジバイキングスだったりとか、ね、サッカーチームで言ったら、愛媛 FC もあるわけですからね。 で、そちらの、まあ、野球のチームの愛媛マンダリンパイレーツと、はい、そちらがですねあのプロスポーツ球団が集まってイベントをやってるっていうのはね、これなかなかないことですからね、愛媛一丸っていう感じじゃないですか。ね 僕もあの、オレンジバイキングスを応援にね、趣味で行かしてもらったりとかしてますんで、やっぱりそういうイベントがあると、すごく嬉しくなったりしますよね。うん。あの、フットボールパークといえばね、やっぱりいつも通りね、あの、ガチャを引いてるんですね。僕、あの、前にちょっとあの、リークあった通り、あの、マイホーム試合ですね、あの、缶バッチのガチャをやってるんですよ。で、 あの、ツイッターの方にね、あの、成果の方ちょっと載せさせていただいてるんですよね。あの、できればね、コンプリート目指してやってるんですけど、あの、今のところですね、あの、21番ゴールキーパーの今川選手と、14番の平岡選手、えー、と、3枚ずつ保持しておりまして、あの、ここまで来るとですね、逆に、あの、今川選手と、 あの平岡選手が僕のこと好きなんちゃうかな思ってんですよ。なんかもう僕のこと好きすぎて僕の元に来たくなってるみたいな。なんかガチャ引くたびにそう思ってるんです、もう。あのほんで、あと、あの、あれですわ。デ、え、ィ、ー、フェンダーのチョン・ハンチョロ選手も2枚持ってるんで、多分チョン・ハンチョロ選手はちょっと俺のこと好き。<laughs> <laughs> いや、他にもですよ。他にも、あのー、 フットボールパークで行われてました。あったかしこ中でってうね、今回ね、初めて、あの、なんですか、東洋で手を組んで、なんか、こう、会場を盛り上げましょうということで、あったかしこ中で、あの、マチでシティっていうね、システムが始まって、あったかしこ中でということでね、あの、四国中央市を盛り上げるブースが出ておりました。あの、僕がね、あの、取材をちょっとね、CATV さんの方でさせてもらってるんですけど、その、 取材ね、あの、僕らスタートしたんが、確かね、12時半ぐらいかな ?12 時半ぐらいにね、そのブース行ったら、もう、お茶っぱなくなってたんですよ。あの、お茶っぱってその、あの、四国中央市で作ってる、その、まあ、言うたら、霧の森の茶葉とか、それがね、もうね、無料配布分全部終わってたんですよ。ビビりませんめっちゃ早いやんと思って。え もうなくなってるめっちゃ人気やと思ってね。もう本当に持って帰られた方、めちゃくちゃ早く来てるんですね。<laughs> 僕もびっくりしすぎて。うん。でもその後、その結局、あの、箱ティッシュ箱ティッシュとか、そういうのをもらったんで、大満足です。<laughs> AC 長野パルセロ戦のフットボールパーク。こちらですね。まあ食べ物も、メなんかカレーの、 ブースを今回設けてましてねいろんな皆さん食べられましたかねカレーいっぱい出てたんですよねでなかなかこう本当に僕も食べさせていただいたんですけどすごい味に特徴があるというかそれぞれにちゃんと色もあってうんなんかすごい美味しかったですうんもう一回なんかあのあいうイベントあったらなんか夏だったらもっとなんかこう汗をかきながらうん食べれたりもするしねいいと思いますよねうん あと EXPG の子供たちをね。うん。やっぱりなんかこう、なんていうんですか。会場、そのサッカー場全体使って盛り上がってる姿ってすごい、なんかダンスで踊ってくれるだけで、なんかだいぶ華やかになってたんで、もうハーフタイム僕が喋ってたんがちょっとおこがましいぐらいちゃいましたあの AC 長野パルセロ戦6月5日の試合でございました。まあこちらがでホーム戦だったんですけども、まあスコアレスドローということで、まあ今回あの、ヌの監督がですね、 あの初めてのホーム戦ということをやったんですけども、まあ、点数上げれずに、まあ、0対0のスコアレスドローとなりました。ただですね、僕思ったんですけど、今回、シュート数がめちゃくちゃゃくく多なかかったですか僕思ったんですよ、最初の展開から、シュート数も増えてきてるし、前よりもね、なんかバリエーションが増えたんかな。 なん,な,んなんか、されてたたよようなな気がしんんですかまずね、最初、ディフェンス、そのスタメン発表があって、そのスタメン発表の中でね、あのー、渡る選手、原田選手、42番の、ね、あの選手、基本的にサイドに言い張るじゃないですか、今回、センターバックっていうね、本当になんか、お大丈夫なんかなって、最初、心配やったんですけど、もうそつなくこなし、ね、あれも多分新しい戦術の一つやと思うんですよね。 うん、で、特に僕ね、あのあ、これすげえな、すげえなと思ったあのプレーがあの、まあこう何分、何分やったかなんか忘れたんですけど、後半にあったあの駒野選手から橋本選手への、まあ、橋本選手が飛び出して、それに駒野選手が合わせるっていうね、縦パスみたいなのがあったんですよ。 もうそれ見たときにうおすげえって、まあ、前半の方もねその駒野選手がこうちょっと中に切り込んでミドルで打ってくるっていうねあのパターンもあってあれ、前とちょっと攻め方が違うぞと思ってたんですうんまあ今回ね点数にはつながりにくかったしなかなか得点もできなかったっていうところやったんで難しい試合ではあったんですよね。うん だけどその中でやっぱりなんかいろいろんか新しいことがスタートしてるみたいななんかそういう楽しみがあってすごい今回の試合は僕あのワクワクできたうんなんかワクワクした試合になりましたねうんもっとこういうなんかバリエーションいろいろんか作っていってなんか得点の匂いはめっちゃしてたんですよ 匂いっってて表現合ってるんですかねこれ、うん、なんか得点をなんか上げれそうやけど上げれなかったみたいな、うん、もっとなんかこうどう僕がね説明しても何て言ったらいいかは分からないんですけどもうなんか本当に頑張ってほしい。 なんか、もういい、なんか適当になっちゃってるけど、適当になってるわけじゃないんですけど、なんか僕のね、つたない頑張れでね、盛り立てられるかいたら、そんなことはないと思うんですけど、やっぱりなんか、あの、ま、ちょっとね、ここのラジオでもちょっと言いづらいんですけど、あの、FC まばりさんちょっと最下位になってしまったじゃないですか。 今回一応なんかその勝ち点の差だけなんですけども、勝ち点の差でちょっと最下位になってしまって、うん、やっぱり難しい試合が続いてるし、こう、なかなかね、熱くなってきて、うん、監督も変わってっていうタイミングで、なかなか結果を上げづらいっていうのは分かってるんですけどもね、うん、やっぱり最下位のまま、ちょっと終わることはできませんので、はい、この後半戦に、 後半戦になるんかもっともっと、はい、価値でを上げていけるような形を作っていただけたらと思いますので、はい、皆さんね、ぜひ、FC まばりの応援もよろしくお願いいたします。ね、ほんまに。もう、なんでなんやろう買ってほしいのになぁ。 で、あのー、ですね、あのー、皆さんに大事なご報告がございまして、あの、あ、別に悪い報告じゃないんですけど、あ、悪い報告、報告ではないですけど、うん。あのですね、あの、6月20の、6月20日の試合ですね。あのー、申し訳ございません。姫コロンキズタク、欠席いたします。<laughs> 欠席なんですよ。皆さん聞いてくださってますかこれ。6月20日ね、姫コロンキズタクで、 大阪の仕事が入っておりまして、てちょっと6月20日のホーム戦に参戦できません。これね、また順位が高いとこじゃないですか、これ。えー、?6 月20日の試合、対戦相手が、えー、岐阜。FC 岐阜。今、J3 の中でも2位のチームっすよね。これは負けられへんしょ。 ちょっと上のチームを叩いて <laughs>、何とかして、こっちも順位を上げていかないと。はい。もう、絶対、あの、僕いないですけど、必ず買っていただきたいと思います。よろしくお願いします。えー、どうしよう。もう買ってほしい。本当に買ってほしい。あの、実はですね、あの、今、シャープの PR1 グランプリっていうのを吉本工業でやっておりまして、 あの、もともと僕初代チャンピオンでやらしてもらってたんですよ。初代、えー、シャープ PR1 グランプリチャンピオンっていうのでね、僕やらしてもらってるんですよね。それの第2回大会が今回開かれて、で、その2次予選が6月20日に入ってしまったんですよ。だから、あの、FC 今治さんを応援すんのももちろんなんですけど、あの、その日に僕、あの、大阪の舞台で、あの、 シャープっていうね、その電気屋さんの、まあ、か、あの、PR1 グランプリを頑張ってるんで、その時は、あの、姫コロンの傷クも同時に応援してもらえたらと思うんですよ。本当に、あの、その試合のさなかに、裏で、裏で、裏でっていう言い方やったら業界用語っぽくなるんですけど、もう試合をしてるさなかに、俺も違う舞台に立って戦ってるんで、あの、本当に、もう、 両方勝ちましょう。はい。あの、FC まわりさんも勝ったし、あの、姫コころんズタたくも勝ったし、みたいな、もう、両方ウィンウィンみたいな感じで、あの、応援いただけたらと思いますので、はい。もう、大阪に舞台に立つなんでもう、何年ぶりですからね、僕も。ああ、今から緊張してます。<laughs> なんで、6月20日はもう、マジで、あの、 僕の応援なんかつかないかもしれないんですけど皆さん僕の分までかけらでいいんでキズタクの分までっていう感じでちょっと応援いただけたらと思いますんであ,のあ,とあ,つあとついでにあのキズタク応援してるからねぐらいの感じで大丈夫なんで、はい、応援いただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。 ということでぼちぼち終了のお時間となっております。えー、こちらのねラジオはですね三曲ネットでお送りしております。えー、新居浜の方法がですねハローニューニーハマ FM で七十八点零メガヘルツ。毎週火曜日の十四時から放送しております。えー、FM ラジオバリバリ七十八点九メガヘルツ。 えー、火曜日の14時半から放送しております、えー、FM ガイアさんで、えー、76.9MHz、えー、日曜日の23時半からお送りしております、あのー、あとですね、あのー、リクエストメッセージとかですね、はい、こちらの方はですね RADIO アットマーク BARIBARI789.com ラジオアットマークバリバリ 789.com の方までお送りいただけましたら僕そのメッセージも読ませていただきますので皆さんぜひぜひ送っていただけたらと思いますえツイッターの方にでもですね「ハッシュタグえ #FC まばりすごいんやけん」ではい受付しておりますいつも見たよっていうコメントとかも確認させていただいておりますので皆さんそちらの方にもメッセージいただけたらと思いますので皆さん これからも FC 今治すごいんやけん、姫めころんきの FC 今治すごいんやけんをよろしくお願いいたします。ということで、以上、姫コロンキズずの FC 今治すごいんやけんでした。